ポリビアスはアメリカ合衆国の都市伝説で語られる架空のアーケードゲーム。この都市伝説によればポリビアスは1981年初頭に最初に出現したと言われている。後にこの都市伝説を元にした同盟のゲームがいくつか開発された。都市伝説上のポリビアスはオレゴン州ポートランドを本拠地とした政府による心理学の実験の一部であるとされる。 ポリビアスを遊ぶと、遊んだ人に激しい精神活性と中毒性を与える効果をもたらしたという。このゲームの筐体は少数だけ設置されており、定期的に黒服の男が筐体の元に訪れて、筐体に蓄積したデータの収集と、ゲームがもたらした影響の解析を行っていたとされる。最終的にポリビアスはすべてゲームセンターから姿を消したという。ちなみに、 ポリビアスはギリシャの歴史家のポリュビオスの英語表記と同じ綴りである。アーケードゲームの情報を収集する coinop.org というウェブサイトで2000年2月6日にポリビアスの情報が登録された。この情報にはポリビアスは1981年に著作権が登録されたと記されている。しかしアメリカ政府の記録によれば そのような著作権はこれまで登録されていない。この情報を登録した人物は説明欄の中でポリビアスのロムイメージを所持しており、ロムイメージから断片的にテキストデータを抽出したと主張している。抽出されたテキストには1981シニスローチンというものが含まれる。このゲームに関する情報欄は説明欄を除いてどれも不明とだけ記録されており、 説明欄には奇妙な噂により都市伝説が生まれたと書かれている。都市伝説によると1981年にオレゴン州ポートランド郊外で聞いたことのない新しいアーケードゲームが出現したという。当時、そのアーケードゲーム、つまりポリビアスは滅多に設置されておらず、病みつきになる人が現れるほど人気を博したとされる。 ポリビアスの筐体の周囲に人々は列をなし、遊ぶ順番をめぐって、しばしば喧嘩が発生したという。筐体のもとには、黒服の男が訪れ、筐体から未知のデータを収集していたとされ、これはポリビアスがもたらす、精神活性の影響への反応を調査するためだったという。ポリビアスを遊んだ人々は、健忘、不眠症、野狂症、幻覚などの副作用に苦しんだと言われる。 ポリビアスが出現してから約1ヶ月後、ポリビアスは痕跡を残さず消滅したとされる。ポリビアスにまつわる噂のほとんどで、このゲームを発売した会社は、シニスローチンであるとされる。作家のブライアン・ダニングによれば、この言葉は、慣用句法にあまり従っていない、ドイツ語であり、感覚の削除、または感覚の剥奪というような意味があるという。シーネは、感覚。 ラーションは消滅するまたは削除するという意味である。テレビゲーム情報社ゲインプロの2003年9月号に COINOP.org の所有者であるカートコーラーが投稿したポリビアスについての情報が掲載された。ポリビアスについての情報が掲載されたのはシークレッツライズという題名のコンピュータゲームの特集記事だった。 この記事こそが知られている限り最初に出版されたポリビアスについての情報が記載された出版物であり、これによりこの都市伝説は大勢の読者のもとへ伝達された。記事ではポリビアスの存在は不確定とされていたが、これにより都市伝説への関心が高まり、人々の間に広がっていった。ゲインプロ氏にポリビアスの情報が掲載されてから数多くの人々が ポリビアスに対して何らかの関与があったと主張し始めた。2006年にスティーブン・ローチという男性が自分はポリビアスを開発したプログラマの一人であり、所属していた会社でポリビアスを開発していたと主張した。ローチによればポリビアスは非常に強烈な最先端のグラフィックを使用したゲームだったが、ある少年が遊んでいる最中に転換の発作を引き起こしたため、 会社は慌てて、筐体を回収したという。ローチは、自分の主張に対する証拠を示さなかったが、ローチの話により、ゲームについての詳細な情報が与えられ、後にローグシナプスがこの都市伝説を元にしたゲームを開発する着想の元となった。ボリビアスについての電子情報公開法請求は、目い結果が出ずに終わった。都市伝説で語られる。 ボリビアスの実在を示す信頼できる情報は存在しない。事実検証を行うウェブサイトスノープスはこの都市伝説は1980年代のメインブラックの噂が現代に形を変えて復活したものであると主張している。1980年代に黒服の男がアーケードゲームのもとを訪れてそこで高得点を取った人の名前を記録していたという噂があった。 この噂が政府がある種の実験を実施しゲームを遊ぶ人にサブリミナルのメッセージを送っていたという憶説につながったという当時の電子ゲーム関係の雑誌にはポリビアスに関する記述は存在せず主流メディアのニュースにもそのようなゲームについての言及は存在しない都市伝説から着想を得て制作された模造の筐体やゲームは存在するが本物の筐体や ロムイメージは発見されていない。ヤフーゲームのベンシルバーマンは、ポリビアスがこれまでに存在していた証拠も、このゲームで発狂した人が実在する証拠も存在しないが、ポリビアスはもっと技術に変質的だった時代への逆転現象としてのカルト的な立ち位置を享受していると述べた。会議論者や調査者たちは、ポリビアスの都市伝説が、 どのような経緯で出現したかという点について様々な意見を表明している。アメリカのプロデューサー兼著述家のブライアン・ダニングも、ポリビアスは1980年代に発生した事件の影響が入り混じって生まれた都市伝説であると考えている。ダニングは1981年の同じ日に、ポートランドで二人の人物がアーケードゲームを遊んだ後に体調を崩して倒れた。 ことがあったことに言及している。一人はテンペストを遊んだ後に変頭痛を起こして失神した。もう一人も同じゲームセンターにいたが、こちらは世界記録を破ろうと撮影しながらアステロイドを28時間遊んでおり、その後に腹痛に襲われた。ダニングによると、それから10日後に連邦捜査局がその地域の数件のゲームセンターに踏み込んだという。 ゲームセンターの所有者たちにゲーム機を賭博に使用していた疑いがあり、ゲームセンターを操作する事前の準備として、FBI の局員が改ざんの形跡がないか筐体を監視したり、ハイスコアを記録したりしていたらしい。ダニングは、この二つの出来事が組み合わさって政府が監視していた、アーケードゲームを遊んだ人が病気になったという、都市伝説が生まれたという説を提唱している。ダニングは、 このような都市伝説は1984年までには発生しており映画スターファイターの筋書きに影響を与えたと考えている。この映画は10代の若者がアーケードゲームを遊んだところゲームを密かに開発した宇宙人に徴兵されるという内容になっている。ダニングはシニスローチンという名称についてドイツ語を話さない人が英独辞典を使って 合成語を作ろうとすると、このような言葉ができるだろうと述べている。1983年に発売されたアーケードゲームキューブクエストはシューティングゲームであり、レーザーディスクから再生されるシュールな映像が特徴だった。そのような映像は当時の典型的なゲームとは全く異なるものだった。筐体の中のレーザーディスク再生装置が頻繁に故障するため、 維持管理の人員が頻繁に筐体の元に訪れたようだ。同様の理由で短期間、ゲームセンターから撤去されることもしばしばあった。このような理由から、ポリビアスで遊んだことがある、または見たことがあると主張する人は、実際は、キューブクエストをポリビアスと誤って覚えていたのかもしれないと考えている人もいる。しかし、会議論者の中には、 ポリビアスの都市伝説が生まれたのはもっと最近のことで、あると考えている人もいる。イギリスの映画制作者兼、テレビゲームジャーナリストのスチュアート・ブラウンが、都市伝説の出自の調査をしたところ、ポリビアスの都市伝説が2000年までに存在していた、証拠を発見できなかった。ブラウンは、ポリビアスの都市伝説は COINOP.org の所有者である、カート・コーラーが、 自身のウェブサイトへ人々を誘導するために意図的にデッチ上げたものであるという結論を下した。この都市伝説は陰謀論の人気とデタラメな噂が広まりやすいというインターネットの性質を利用して作られたものであるという。ブラウンの考えでは1980年代に都市伝説の出自を求める説明はコーラーが話を創作する着想のもととなった過去の出来事に遡って、 都市伝説の存在を立脚しただけのことであるという。ブラウンは1994年にポリビアスに関することをユスネットで見たと記憶している人はプブリウスエニグマについての記事をポリビアスと記憶違いしていると説明した。ブラウンは2000年に COOINOP.org 上に提供された画像にあるポリビアスのロゴとバブルスや ロボトロン2084のような他のアーケードゲームとの間に顕著な類似性があることも指摘している。ブラウンは、下部のテキストはロボトロン2084のそれと類似しており、また、ロゴに使われたフォントはバブルスで使用されたフォントとほとんど一致しており、違いは o 差異があるのと H が反転しているだけであると断定した。また、ブラウンはこれは、ウィリアムスエレクトロニクスを模倣した。 のの仕業の可能性もあるると述べているバブルスやロボトロン2084はどちらもウィリアムスの製品であり、ポリビアスが出現したと言われる年の1年後に発売されている。都市伝説のポリビアスは全く存在が確認されていないが、都市伝説から着想を得て作られた同名のゲームがいくつか公開されている。都市伝説で言われる 精神活性の影響やサブリミナル効果はこれらのゲームには存在しない。2007年にパソコン向けのフリーウェア開発やアーケードゲーム開発を行う集団であるローグシナプスは sinnesloschen.com というドメインを登録しポリビアスという題名のパソコン向けのフリーゲームを公開した。ゲームのデザインは都市伝説の ポリビアスの開発に参加したと主張するスティーブン・ローチという人物がインターネットコミュニティに投稿したポリビアスについての説明に一部基づいている。ローグシナプスのポリビアスはアーケードゲームスター・キャッシュルに似た 2D シューティングゲームであり、極度に強烈なグラフィックエフェクトが特徴である。都市伝説で言及された特徴的なタイトル画面やフォントも正確に再現しており、 アーケードゲームの筐体内に据え付けられたパソコンとも互換性がある。そのため愛好家たちは実際に遊ぶことができるポリビアスの筐体を作成することができた。これにより都市伝説はますます人気になった。失われたポリビアスの筐体を発見したと主張する人のほとんどは実際にはこのゲームのことを言及している。このまやかしを完全なものとするため、 ローグシナプスのエスティル・バンスは、テキサスを本拠地として、シニス・ローチンという名前の会社を設立した。バンスは、ローグシナプスの商標をその会社に移譲し、新たにポリビアスの商標を登録した。バンスはこのゲームが、本物のオリジナルのポリビアスであると主張したことはなく、ポリビアスを1981年に存在した時の、 状態で再現しようという試みで制作したことを明言している。ロストクラシックスのクリス・トリミューは、ポリビアスという名前のあたり2600向けのゲームを自作した。ゲームの内容は都市伝説で語られるポリビアスに基づいたものとは主張されておらず、トリミューはあたり2600のハードウェアで都市伝説で語られるようなアーケードゲームを模倣するのは困難であると述べている。 このゲームは小準戦に近づいた標的を狙う、スターレーダースに似た単純なシューティングゲームだが、画面に時折、デス、ペイン、サファーというようなサブリミナル効果を意識したメッセージが一瞬だけ出現されるという演出がある。トリミューは2013年10月5日に開かれたポートランドレトロゲーミングエキスポでこのゲームのカセットを30点だけ販売した。2016年、ラマソフトは ポリビアスという名称のゲームを発売することを告知した。このゲームはプレイステーション4で遊ぶことができ、プレイステーション VR に対応している。2017年5月9日にプレイステーションストアに追加された。初期の宣伝で共同制作者のジェフ・ミンターはイングランドのベージングストークにある倉庫で本物のポリビアスのアーケード機を遊ぶ許可を得たと称した。ミンターは 後に、都市伝説から着想を得てこのゲームを開発したと語ったが、都市伝説に語られた通りのゲームを再現しようとしたわけではない。ボリビアスという名称のアーケードゲームが、テレビ番組などのゲームセンターの場面の背景に登場することがあった。アメリカのアニメ、ザ・シンプソンズの2006年の、ダイクホーマーの秘密というエピソードで、1970年代から1980年代の、 時代遅れのアーケードゲームで、いっぱいのゲームセンターの中に、ポリビアスの筐体があった。このポリビアスは、ボタンが一つ備わっており、プロパティオブ・ユーエス・ガバメントと印刷されている。ポリビアスは、アメリカの2014年のテレビ番組ザ・ゴールドバーグスの二つのエピソードの背景にも登場した。2012年の漫画、バットマン・インコーポレーテッドの第1話では、地元の映画館で、 ポリビアスの宣伝をするポスターが貼られている。2008年の漫画ハウス・オブ・ミステリーでも T シャツに書かれている。2017年のアメリカの SF シリーズディメンション404の第4話はポリビアスを主題としている。2018年のカナダのホラーミステリー映画サマー・オブ・84でもゲームセンターの背景に故障中の表示があるポリビアスの筐体がある。ありがとうございます。